例えば、あの宮台先生刺された事件、どう思いました。結果がね、あまり明快じゃなかったんで。なんだかなっていう。わか,からないまま、ふわーっとして、ね。そうそうそう。一体、何が動機だったんだろうとかね。一応、その犯人が宗教二世っぽいですよね。あ、そうそうそう。ある宗教に、あの親が宗教に凝っていて、そこの集会場みたいなものが。この方の離れになっていたとかっていう,う話を聞いたことがあるけど。宗教二世だということが。 宮台氏をこう襲うことと何、何の関係があるのかよくわからない。だからなんか宗教偽世問題で統一教会の話とかまあ、あの、去年は結構騒ぎになったじゃないですか。今回もその、割とカルトと言われる系の宗教ではあるじゃないですか。だから、あれで宗教偽世問題の話また何のかなと思ったらなんか全然ならない。全然ならないですね。多分ね、同期形成と宗教偽世で会うことが直結しないというかよくわからないから、 みんな慎重なんじゃないですかね。あ確,かねまあ、確か犯人亡くなっちゃうと、<laughs> その、ああいうことをするようなおかしなことをする人は、きっとおかしな家庭環境が原因なんだという予測は立つんですけど、実際それが本当の原因かというのは、本人から聞かないと、やっぱり証明難しいですよね。それはさ、宗教二世に対するこう差別につながったりする可能性もあるわけじゃないですか。うん、だから、はいはい、まあ、これを深掘りされないのは当然かなという気はしますけど、うん